大江山に住む鬼どもの討伐を提案すると、集まっていた一族の長老たちの顔が曇った。この老人たちが何を恐れているのか手に取るように分かった。老人たちは私のことを源家一優秀な陰陽師だと言いながら、大江山に住む鬼王に確実に殺されると思っていたんだ。とっくに対策は練って、あの刀が襖の後ろでその時をじっと待っている。おにぎり、皆にお前の実力を見せる時が来たぞ。はい、ご主人さん。皆が噂を耳にしたことのある源家の鬼殺しの秘策が、私の前でおとなしくひれ伏している。臆病者たちが男を目にするのはこれが初めてだ。私はひそひそと話す一族の人間たちに視線を落とした。怯えるのは弱い者だけだ。私は決して怯えたりしない。天下の悪鬼を貫く刀だ。待ち伏せていた妖怪を全て殺して、男は笑顔でそう俺に言った。私はお前の主人、源の頼光だ。これからはお前をおにぎりと呼ぼう。俺は過去の記憶を失っていた。その男は源家の陰陽師で、山でお祓いの最中、複数の悪鬼に襲われたそうだ。悪鬼どもに窮地に追い詰められた時、ご主人様の刀が一族の氏神の姿に変わり、彼を救ったそうだ。その刀が俺だと言った。私と共に世の平和を守ろう。俺の左目には契約の証が刻まれた。ご主人様は立派で強くて正直な人だ。ご主人様がうつつよの断りを教えてくれる代わり、俺は彼の背中を守る。ご主人様の力なら必ず正義を貫き、世の悪を裁くことができる。俺はご主人様の刀となった。源家一族は鬼王の首を取るために総出で大江山に攻め込んだ。圧倒的な兵力を投入したにもかかわらず、戦いは何日も続いていた。そんなことは鬼どもにとって大したことではない。だが、俺のご主人様はすっかり疲れ切っていた。鬼王は恐ろしく狡猾で、一瞬の隙をつきご主人様に襲いかかってきた。俺は瞬時にご主人様の前に立ち、鬼王の激しい一撃から彼をかばった。強烈な陽気が一瞬にして俺の体を貫き、俺の左目もやられてしまった。俺は強烈な痛みに耐えながら鬼王の腕を押さえつけた。鬼王は俺の左目を見つめてこう言った。貴様は一瞬だったが、ご主人様にとっては十分だった。首を切られた鬼王の血が俺の左目に入った。気づくと源家の兵が放った火が妖怪の死体であふれた地面を覆っていた。俺の目は血で赤く染まっていた。眼球を覆う血を通して見える死体の色は、だんだんと倒れている死体が自分のように見えてきた。大江山に戻ると、全てが変わっていた。酒呑童子が人間などに負けるわけがない。今まで私に勝てる妖怪など一匹もいなかった。
大山の鬼王は私よりもはるかに強かった。今まで何度もあいつに挑戦してきたが、負けてばかりだった。納得がいかず、この前もまた戦いを挑んだ。奴は一勝して私を座らせ、酒に付き合わせた。親友はお互い切磋琢磨していければそれで十分だ。お前が親友だと言った覚えはないぞ。奴は笑い、手に握っていたものを私に投げてよこした。まあまあ、また戦いたくなったらこの鈴を鳴らして俺様のところに来ればいい。私は心に誓った。こいつは絶対に死なせないと。ご主人様が鬼王の首を討ち取った。俺はご主人様の命令でその首を都に届けに向かった。羅生門を通った、俺は道端に美しい女性が立っていることに気づいた。俺は息を彼女を見つめた。そして考える意図間もなく俺は刀を抜いた。肉体を切り裂く音が静まり返った夜空に響き渡った。その瞬間、女の騎士の断面から大量の毒気が放たれ俺に襲いかかってきた。襲ってきた毒気が左目を刺激し、俺はご主人様と彼の血まみれの手によって結ばされた契約のことを思い出した。左目の契約は破られた。封印されていたのは俺の記憶だった。思い出した。俺はご主人様に騙されていたのだ。俺は源家の正義の刀なんかじゃない。俺は大江山の妖怪だった。あいつに騙され利用されたのだ。あいつは俺を服従させ鬼王を殺させたのだ。大江山の大地は妖怪たちの死体であふれかえっている。死んだのは俺じゃなく、俺がこの手で殺した同族たちだ。あれだけ信じていたのに、源の頼光、絶対にお前を殺す。国威の侍の追撃を逃れ必死に走った。首の入った鉄箱がとてつもなく重い。私は敵を見くびってしまい油断した。あれほど強い妖怪が源家の犬になるとは思っていなかった。右腕は相手の刀に切りつけられ痛むが、鬼王の首を取り戻すためなら別に大したことではない。この首に私の妖力を与えれば、四天童子、絶対に君を死なせない。私の用心の中で四天童子が目を覚ました。近づくと私の足首の鈴が鳴った。誰だ。私は茨城童子、君の親友だ。鬼王を退治した今、一族の長老たちは私との実力の差に気づいただろう。あいつらは害虫のように源家をじわじわと蝕んでいく。私は生まれた時からあいつらと違った。山で悪鬼に襲われた時、私は自分の血を使い妖怪を先祖の守り刀に封じ込めた。そしておにぎりという強力な怪物を作り出した。契約を結ばせ、手なずけ、しつけをし、正義という概念を吹き込む。そして偽りの記憶を植え服従させた。それ以来似たような怪物を数えきれないほど作り出した。源家は
私の指揮のもと最強の一族となるのだ。だが、おにぎりはなぜ姿を消した？俺は刀を携え、茨城童子の騎士を源の頼光に捧げるために戻ったと嘘をつき、源家の屋敷に戻り、一族全員に報復した。俺は守衛の侍たちを一人また一人と切り捨て、源の頼光を目の前に、空に漂う鉄錆の匂いを思いっきり吸い込んだ。あの男を撃つ。俺は心に固く念じた。刀を抜き、源の頼光のもとへと突き進んだ。これは俺の血だ。愚かな。お前の目に封印されているのはただの記憶に過ぎない。真の契約はお前の体の中にある私の血だ。私が死ねばお前も生きてはおれんぞ。それがどうした。ならば一緒に死のうぞ。血だ。刀を引き抜いた。血と肉の塊から。痛い。だが最高の気分だ。もう止められない。本当にいい刀だ。源頼光はそう言いながら倒れた。おにぎりは思わず笑い出した。彼は同時に皮肉、悲しみ、そして無念を感じていた。自分の体を支えられなくなり、血の海に倒れ込んだ。おにぎりの血は地面に広がり、茨城童子の騎手に巻きついた。そしてじわじわとその腕の力を奪い取った。騎手から一本の血筋が現れ、やがておにぎりの体と騎手をつないだ。血の海に倒れていたおにぎりが突然目を覚ました。彼は立ち上がり、馴染みあるようで見慣れない景色を見渡した。かつての正義の刀はもうそこにいなかった。源家が最も憎む妖怪として生まれ変わった。